分離主義者が主張するイベリア半島の民族分布。この論に立つ場合、スペイン人は諸民族の大部分を統合する概念となる。サニエーラを掲げて行進するカタルーニャ独立派のデモ隊。カタルーニャはネーションである。こうした落書きはさほど珍しいものではない。カタルーニャ人はインドヨーロッパ語族に属する民族で、イベリア半島のカタルーニャ地方に分布する。 カタランビとカタロニア人とも文脈により以下の定義を有す。カタルーニア人という民族意識がいつ頃から何を基盤として成立したのかについては議論が多い。その地名、民族名の由来すら南仏のカタラノース村という土地の兵士が入植したという意見、ゴート人とアラン人の土地という言葉がなまったという説など全く一定していない。ただ実際に 西五島王国やその配下のアラン人兵士が支配していたことがあったり、また南仏からの移民が多かったりしたのは事実である。多く見られる意見としては、他のイベリア住民と同じくケルティベリア人とラテン人を直系の祖先としつつも、カルタゴ貴族のバルカ家の進出によりフェニキア人と根血したことと、早期にイスラム帝国の支配を退けた点で特徴付けられるとするものがある。 特に後者に関しては関わりを持つ人々が多く、キリスト教文化との結びつきが非常に強い地域でもある。また民族を結びつける上で重要な独自言語はカタルーニャ語と呼ばれるものが存在する。歴史と言語からなるカタルーニャ民族の自意識はアラゴン王国との合同やスペインへの統合を経ても失われず今日に至っている。カタルーニャ人が最も多く暮らすのは スペインのカタルーニャ自治州である。少なくとも10万人余りのカタルーニャ語話者がフランス国内のカタルーニャ語圏にいる。スペイン帝国時代、スペイン内戦期にアメリカ大陸へ移住したカタルーニャ人の数は不明である。南北アメリカでカタルーニャ人が特に集中しているのはメキシコ、アルゼンチン、キューバ、プエルトリコなどである。ありがとうございます。